えっと皆さんこんにちは、えー。ご紹介に預かりました工学院大学の中島でございます。えーまあ、学術文化事業委員でもございまして、えー、第1部を担当させていただきます。えー、第1部では、えーまあ、あの古市光尉それから前川邦夫おと坂倉順三そして吉坂高正 といった人々を取り上げますまずは私中島が古市公儀のお話をしましてその後藤森照信先生に前川国夫と坂倉順三倉方俊介先生に吉坂隆政についてのお話をいただきますそれではまず私の方からお話をさせていただきます 日本土木の父として知られる古市公理は、第1回文部省フランス留学生に選ばれ、1875年から1880年までの5年間、パリのエコール・モンジュ、エコール・サントラル・デザール・エ・マニファクチュール、パリ大学・理学部で 研鑽を積んだフランスとの関係の強い人物でもありました。1854年9月4日割れ切れ言うと安政元年ウルー7月12日に生まれた古市の生涯と業績等についての先行研究の外観は、えー、本発表の枠を超えておりますのでここでは古市生誕150年と 土木学会設立90周年を記念して2004年に出版された土木学会編古い地行為とその時代及び土木学会ウェブサイト古い地行為アーカイブスを紹介しておきますエコール・モンジュは土木技術者エメ・ゴダールによって 1869年に創設されたばかりの私立学校で初等教育から大学およびグランゼコールへの入学準備までの幅広いクラスで構成されておりました。校名は数学者ガスパール・モンジュに由来し現在はリセ・カルノという名称の国立高等学校となっています。 当時の校舎や1876年に建てられたエッフェル社設計の鉄骨とガラス屋根の中にはギーモケホール通称エッフェルホールが残っています東京大学工学情報理工学図書館の古市公威文庫には古市自身によるこのエコール文樹の校舎の立面図が 残されていますこれがそうですね。古市高位はこの学校に1年在籍し、エコール・サントラルの入学準備に充てたとのことです。合格者200名中の6番の法成績で入学しました。さまざまな年代の学生とともに学んだエコール・モンジュでの1年間は、古市が 多様なフランスの教育システムを深く理解する機会となったかもしれません。古市には工学技術の習得だけでなく、帰国後にエコールサントラルのような高等教育機関の設立といった日本の近代化を教育面でも推進していく使命があったのだと思われます。 実際に古市は東京大学工学部の前身である帝国大学工科大学そして、まあ、現在私が訪職している工学院大学の前身である講師学校また法政大学の前身である東京仏学校の設立に関わるなど教育界にも大きく貢献していきました。 次に入学したエコール・サントラルは1829年に創設され技術官僚ではなく民間のエンジニアの育成を目的としていましたエコール・サントラルでは土木、建築、機械、科学、夜勤、鉄道など多岐にわたる分野について 理論のみならず応用を重視する教育がなされていました。このような教育のあり方を後に古市は百科全書的教育と表しています。この時期の古市の勉強ぶりは伝説的で私が一日休めば日本が一日遅れるという逸話が 柴良太郎の著作国家宗教日本人によってよく知られるところとなっています卒業時の席次は2位であり優秀な成績で卒業しました同時期にあこれが卒業総書ですねえー、同時期にエコール・サントラルに 在籍した建築家の山口半六は古市が帰国後に土木局に就職したと聞き建築の道を選んだと言われています、えー、この辺につっていると思いますなおエコールサントラルの当時の校舎はブイエド・ブールジュによって1656年から1659年にかけて建築された オテル・サレを転用したものでした遠勢聴衆館ピエール・オベールとフォントネのための定館でありサレの名はこれに由来しますこの校舎は1884年まで使用されその後右予曲折を経て1985年にピカソ美術館となりました 古市は1879年にエコール・サントラル卒業後学友たちとともに、えー、イギリスアイルランドオランダベルギーフランスを周遊しましたこの時の彼のフランス語による記録が東京大学工学情報理工学図書館の 古市行為文庫の一部として残されていますこれは井口翔平先生によって日本の川という,うまあ学術史上で四、えー、号に分けて翻訳されていますこの周遊の後古市は五年間と定められていた留学期間最後の一年をパリ大学理学部に学びました 実践を重視するエコールサントラルでは重きを置かれていなかった高等数学を収め、数学科学の分野で学位を取得しています。先ほど言及した古市合意文庫に収められているノートによれば、解析数学、微分計算、理論力学、 複素数に関する歩行の数学関係に加え、政治経済学、参政権の原理を受講していたことが分かり、フランス風の技術教育の総合性を示しているように思われます。帰国後は内務省に入省しました。1880年12月11日に、 内務省土木局。1881年6月28日に内務省御用係及び内務省土木局事務取扱いとなっています。同時に教育会においても、同年10月21日から1882年11月24日まで、 東京大学理学部講師を務めていますが、1886年5月1日、発足したばかりの帝国大学工科大学教授、および工科大学長に就任して、本格的に工学教育を推進していくこととなります。私が務めている工学院大学の前身は、1887年、 10月31日に創設された講州学校ですが、帝国大学初代総長、渡辺講樹とともに、えー、渡辺広元とともに、えー、ここにも彼は関わっており、1901年には渡辺の後を受けて、講州学校第2代管理長に就任しています。現在 工学院大学新宿キャンパス高層棟1階アトリウム、えー、北側にですね、えー、北側エントランスに古市の胸像が設置されていますが、まあ、これですね、えー、これは生前に制作された唯一の彼の彫像です古市没後に制作された東京大学本郷キャンパスの全身座像は これを参考にしていると言われています。1888年5月7日、古市は本邦初の工学博士号を授与された一人となりました。そして、その年の12月2日、内務大臣、山形有人と,と有友とともに、欧州諸国巡回に随行し、再びフランスの地を 踏みました、えー、フランスでは南仏プロヴァンス地方を流れるローヌ川の支流デュランス川の推理施設や橋梁等のインフラおよびマルセイユ市の港湾施設を視察しておりその記録をフランス語で残しています。 これが東京大学工学情報理工学図書館の古市厚位文庫に所蔵されているヨーロッパのの公共事業についての覚書であります。その存在は先に述べた井口先生による「私の研修旅行の覚書」の翻訳と紹介の記事において 言及されていますが、活字化と翻訳はなされていなかったので、目下私がそれを進めているところであります。現在までに日本建築学会技術報告集で4本発表しており、道半ばといったところです。フランスの部分については、第1報から第3報までで全て発表を終えており、 第四方以降はイタリア編となっています本日はこの部分について少し詳しく紹介したいと思います。ヨーロッパの公共事業についての覚書自体には著者名執筆年月日などが明確に記されているわけではありませんが先ほど述べたように古市が1888年から 1889年にかけて南仏プロバンス地方、ローマや大川を視察した時の覚書だと考えられます。記述は途中で終わっているように感じられますが、記述されている部分に関しては次のような四章構成となっています。すなわち、16ページまでの第一章、デュランス川。 17ページから21ページまでの第2章、マルセイユ。22ページから50ページまでの第3章、ローマ。51ページから58ページまでの第4章、ポーガワであります。第2章では、法安施設。第3章では、当時のローマ市の、まあ、市の様子や、 インフラの状況が記述されていてい当時の我が国が西洋諸国の建築都市に向けた眼差しの一端を知る上で貴重な建築史都市史の資料だと言えますまた近年の都市史研究が都市の枠を超えた領域史の視点を導入しつつあることから河川工学についての第1章と第4章も えー、例えば、日本建築学会技術報告集で報告するに値する資料だと私は考えています。<laughs> 南仏訪問に関わる部分は、主にデュランス側に論じ、えー、デュランス側について論じた第一章とマルセイユ港を取り上げた第二章です。第一章では、デュランス側と 洪水対す、デュランス川の洪水対策で言及するに値する重要な部分は、ミラボーとアビニョンの間、約8 0トルほどであり、ミラボーより上流についてはあまり記述がありません。また、上流のミラ,ミラボーから始まり、6 0トルほど下流,下流のボンパまで、ペルティの吊り橋や、 ファリグリエ堤防などの記述が続き、次にボンパからクールティーヌを経て、ローヌ川との合流点に至る残りの1 6キロメートルほどについて記されています。古市が実際に視察したのは、デュランス川右岸のボークリューズ県側であり、対岸のブーシュジュ・ローヌ県側には渡っていないようですが、 全体を通じて、この左岸側の洪水対策について評価が辛いように思われます。この本文の後に、付記の形で、中期の形で、ローヌ川、吊橋群、道路、道路保安要員の組織構成について順に解説しています。一方、 第2部では、マルセイユ港のラ・ジョリエット博地を中心として、港湾施設そのものよりも港湾関連会社について、貨物の荷上げなどに関わる費用、港湾要員の構成や数などについて記録しています。ハードウェアに大きな関心を寄せる第1章に対し、第2章では、 公安要員の組織などのソフトウェアに力点を置いた記録になっているようです。この両者の書きぶりの違いに、それぞれに対する眼差しの違いが現れていて対照的です。第2章の方は指して長くないので、全文紹介することにいたします。マルセイユは古代ギリシャ植民都市を起源とする公安都市で、 当初の港は本港と呼ばれ、えー、フランス語ではビューポーですね、えー。その北側、東側、南側を旧市街地が囲んでいます。しかし、古市は本港については全く触れていません。その記述の中心は、本港の北西に新たに設けられたジャ・えー、ラ・ジョリエットの白地。 えー、白地はバサンでですすね、えー、でありま古市が訪問した頃ラジョリエッ・あラジョリエット白地の南東グーブの東側には人工地盤が築かれその上に新たなサント・マリー・マジュール教座制度・シキョーザ聖堂通称ラ・マジョール・シキョーザ聖堂が建立中でした。 ラ・ジョリエット博地の他には、その北に次々に新設されていったル・ラザレ博地アランク博地国営博地にも言及されています。先ほど述べたように、全体にソフトウェアに力点を置いた記録となっており、石炭庫を備えた岩壁や石油施設を備えた博地 鉄道関連施設などの計画中や建築中の施設についての言及はありますが、ハードウェアについては、港全体、白地群の面積、岸壁の長さ、船舶数、現在の貨物量などの情報については、ロベール氏の、ロベール氏の冊子を参照することとあるように、 奇出の資料を援用する形となっています。それゆえ第一章のデュランス川関連の記述では、堤防断面の図2点、吊り橋の鉄骨部分の断面の図1点といった図解が付されたのに対し、こういったものです。 それに対し、第2章のマルセイ友好関連の記述においては、一点も図解がありません。全体としては、ラ・ジョリエット博地の広さと施設が需要に対して不十分であること。他の博地には十分なキャパシティがあることを指摘しつつ、中心市街地に近いという利便性が そこに立地する五社にとってかけがえのないものであることに留意し、当時建設中の鉄道駅、港駅の解説に大きな期待を寄せているようです。それでは読み上げます。第2章、マルセイユ、主任技師、ゲラール氏。えー、あ、主任技師、ゲラール氏のもとを訪ねたということです。事業は、 大安配置図と基地の建設方法に則っ,って、ほとんど竣行している。現在、石炭庫を備えた岸壁群は建設中で、北外港の石油施設を備えた白地は未だ計画段階だ。現在、石油は国営白地で陸揚げしている。 火薬と石油はできるだけ離れたところで取り扱わなければならないことを除けば、このように建設された白地群に特定の用途があるわけではない。だが、ラ・ジョリエットは手狭であり、混雑している。五者がそれぞれの岩壁に自社分を持ち、船舶が船尾から接岸している。一方、他の白地群では、 場所が不足しているわけではない。船尾から接岸する方法は、一見して思われるほど不経済ではない。船舶が岸壁に平行に接岸できれば、1.75フランしかかからないのに対し、橋家に積み替える方式では、1トンあたり2.25フランかかるのは確かだ。すなわち、1トン当たり 0.50フラン、えー、異なるわけでこの差額が仕分けを必要としない麦のような商品には無視できなくなってくる一方仕分けを必要とする商品については岸壁で仕分けるのではなく端けに積み替える際に実施する端けは23隻が汽船の、えー、原側に原則に来て並ぶ それゆえ、岸壁での仕分けと陸上での輸送のための出費は避けられる。加えて、岸壁に平行に接岸する方法だと、岸壁にかなりの長さが要求される。それゆえ、企業にとってはかなり負担があり、組み替えのための出費は目に見えぬ形で増えることとなる。そして、利便性の問題がある。 ラ・ジョリエット、えー、ラ・ジョリエット博地は都心から最も近く。非常に利便性が高い。小規模輸送は都心から離れるほど高くなる。ラ・ジョリエットで5社が競争状態にあるが、最初にそこを離れた企業が最初に顧客を失うことになるだろう。けだし、この最後の問題は、 港駅が完成した暁には少々変わってくるだろう。現在、PLM 鉄道が建設で、えー、建設中であり。葉っぱによって給料を切り開き、相当の土地造成事業が行われている。いずれにせよ、ラ・ジョリエットで業務を行っている企業群に下される。マルセイユ マルセイユ公当局の指示に反して各社はそこを離れて他の白地軍を用いることを望んでいない公安事業は国の予算で実施されてきており市は支出に貢献していなかったそれゆえこれは国の事業であるマルセイユに来る船舶は追加の税は払わずルアーブルブローニュなどの 他の港において行われているのと同様である。払うのはフランスの全ての港で確立している一般的な税だけであり、すなわち、太陽航海の場合は容量1トン当たり1フラン、沿岸航海の場合は0.5フランである。マルセイユ商工商業会議所は、PLM の港駅周辺の岸壁群に、 水力機関による設備を備えたハンガー群を建設した。そこで陸揚げされる商品については、1トンあたり0.5フランを12日ごとに支払う。一方、ル・ラザレ白地とアランク白地は、ドック・アントルポ社に属する一般倉庫に囲まれている。その倉庫を支える岸壁群を建設したのは、この企業で。 船会社に第一線は MM 社に貸し出していて、他の商いは入っていない。その設備は強力で、水力機器は商業会議所のものとは別である。港全体、白地群の面積、岩壁の長さ、船舶数、現在の貨物量などの情報については、ロベール氏の冊子を参照すること。 公安利用の業務には数多くの要因が必要である。私が示し得るのは指揮官1名、指揮官5名、親方25名、冒頭要員35名からなる部門、及び主任稼働協捜査員9名、稼働協捜査員補19名、様々な職務の雇用者8名、夜景6名、石油主任監視員3名、 石油のためのボート要員6名、用務集艇のための3名、ム務ン2名からなる別の部門だけである。技術部門は2軍に分かれている。分割線はラ・ジョリエット白地とル・ラザレ白地の間にある不団から引かれ、ラ・ジョリエットを横切り、その方向へ伸びている。各軍には技士1名が置かれ、 ブーシュジュローヌ県全体において、その軍の沿岸業務すべてを受け持つ。まあ、以上が引用であります。さて、古市のフランスとの関わりについては、日仏会館創設に大いに尽力したことを最後に指摘しておきたいと思います。日仏会館設立にあたって、大きな役割を果たした団体として、 日仏教会がありますこれは1886年明治19年9月に古市らが設立した仏学会が前身であり現在の法政大学の前身となる学校の設立などに関わってきましたが1909年明治42年4月に日仏親善を主目的とする日仏教会と 解消されました古市は当初から副理事長として会務に関わり、1914年、大正3年6月23日には理事長に就任しています。日仏会館でも発足時から副理事長として活躍し、1931年、昭和6年11月に渋沢栄一が亡くなると、翌1932年、 昭和7年7月4日、日仏会館の第2代理事長に就任し、1934年昭和9年1月28日に亡くなるまで務め上げました。日仏文化新第6号の日仏会館開放には次のように記されています。本年上半期において、本館は 古市理事長、服部理事、木島常務理事の封印に接した。三理事は、お々の天寿を全うされたとはいえ、本官にとっては実に重大な損失であった。古市男爵は、渋沢死爵の後を継いで理事長に任じ、長く幹務を主催され、木島理事は、 本館創立以来、今日まで、本日まで、書務に応召されたのであった。御人は、三子の本館に対する貢献に信写し、合わせて、ここに哀悼の意を表するものである、と記されています。このように見てくると、日仏文化交流の分野でも、古市が、 実動部隊の主導者の一人として活躍したことが伺えます。それでは本日はご清聴ありがとうございました。えー、それでは第1部の2番目の講演者としまして、えー、藤森照信先生のご紹介をいたします。えー、っと、藤森照信先生は、 えー、1946年、長野県生まれであります。えー、東京大学名誉教授、えー、東京都江戸東京博物館館長、えー、そして工学院大学の非常、えー、特任教授でもあられます。主、え、要、ー、著書、たくさんございますが、えー、明治の東京計画、日本の近代建築、建築探偵の冒険、東京編、 えー、それから丹下建三、えー、藤森照信作品集など多数の著書がございます、はい、また建築家としても活躍しておられまして建築作品、えー、建築作品として、えーまあ、多くの茶室がございますし、えー、新長館森谷資料館、えー、熊本県立農業大学校寮 近江八幡ラ・コリーナ・草屋根、まあその他か多治見市モザイクタイルミュージアムなど多くの作品がございます、えー、毎日出版文化賞サントリー学芸賞日本建築学会論文賞や日本建築学会作品賞それから芸術院賞など、まあ、あの受賞も多数ございますそれでは藤森先生よろしくお願いいたします はいあの今まで建築界ではですね人の前で原稿を読むっていう習慣がなくて今度初めてあの三浦先生とあの中島先生の堂々たる論文朗読を聞いていてなるほどあの読むということも発表であるんだということが分かりましてつたないですけども。 <laughs> あの自分の書いた原稿をです、ね、自分で口にするってことはまずないんですけど今日は <laughs> やることに、えー、休憩しました、えー、じゃあ始めます <laughs> 幕末明治初期にヨーロッパとの交流がスタートして以来日本の建築界は英仏独異は無論米ロとも関係を保ち各国のスタイルを導入しております とりわけ関係が大きかったのは、イギリスで、英人建築家、ジョサイア・コンドルによって初めて本格的な建築家教育が始まり、その下から、タツノキンゴ、片山、東ーなど、日本初の本格的建築家が育ち、今に至っております。フランスとの関係は古く、江戸幕府が洋式工場をフランス海軍技師に託しつつ さらに明治の新政府がそのフランス海軍技師に国営の富岡製糸場の建設を任したことに始まります。しかしその影響は海軍においては非常に長く続いたことが分かってますけれども建築界ではあの途絶えてしまいます。で明治の新政府の中でフランス派の中心となったのは パリのエケオロサンタラルに学んだ山口半六です。先ほどルイチさんが土木行くから <laughs> あの自分はかなわないから、えー、建築に行くと言ったその山口半六です。山口半六は文部省の高官となり山求精、えー、高校や兵庫県庁などを手掛けますけれども若くして病没し。 建築界全体からははフランス派の人脈は絶えてしまいまいす。あの山地半六の会員録の名簿を見ましたらですねあの文部省では本当に高くてびっくりしたんですけれどもナンバー3でしたねあの本当にあ当時や,やはりちゃんと外国で学んでくるってことは大変なことであの上2人はもちろん あの文館ですけどもその3番目についていたわけです。で建築界からはフランスへの注目が絶えますけれどもあの宮廷建築についてはあの今もまあ,あの時期を振り返るとそうですけども圧倒的にフランスの宮廷建築が世界の中心でありましたからその赤坂離宮を作りるにあたって え宮廷建築だけは片山遠く間というコンドルの弟子がやったんですけれどもフランス派は生き残っております。えー、しかし赤坂離宮の,の完成明治の42年に完成しますけれども以降もうフランス派というのは日本からまあ消えてしまうわけです。 でもう一度フランス側が出てくるのはあのル・コルビジェともう一人オーギスト・ペレという2人がフランスの建築家でいて彼らの影響が日本に伝わってきますでその前提となるのは20世紀建築っていう新しい建築が世界でこう台頭するんですけども、まあ、その中での話です。 えー、その需要を伸びますと1924年オランダのデスティールのメンバーが GT ・リートフェルドのシュレーダー亭1924年を,を作りますこれが発火点となってモザニズムといわれるものがスタートしますその影響を受けたドイツのバーワースにより実践建築の新しい建築家の原理は隔離しますしかし当時 欧米の建築界は、ニャレゴシックリバイバルだ、それネオルクラシックだといった過去の歴史のリバイバルを旨とする歴史主義が主流であり、歴史主義を根底から否定するバウアンスは、超のつく少数派でしかなかったです。これはあの、ヨーロッパにおいては第二次大戦までずっとモタジズムというのは、 今から考えるとえっと思いかもしれませんけど主流にはなれなかったヨーロッパではそんな中追いつき追い越せをスローガンとした日本近代は欧米の新しい流れに極めて敏感で建築界も同様でバウハウスに学んだ建築家は3人の多くに及びますあの世界でもともとあのバウ,ハウスにはあのちゃんとした まあちゃんとした国から行かないといつ失礼ですけどもあの欧米からはあんまり行かなかったなぜかというとそんなところで学んでも仕事があるとは思えなかったからですところは日本からは3人がちゃんと学んでおりますで帰国後彼らの活動により日本にはバウハウス派と呼べるものが成立します若手建築家を中心に影響は急拡大し 1935年を境かいにしてモザニズムと歴史はモザニズムは歴史にとって変わりますあの本当にあの細かく調べてみると1935年を境にモザニズムと歴史にはまあ交代することになりますその証拠とは具体的に言いますと吉田哲郎と山田守の率いた低神商の建築は モザイズ・ミーガーはやっちゃいけないということになります。それから1930年代後半に中央官庁の一部と、ね、もう1個東京都の教育局というのがモザイズ・ミーガをやらないという方針になっております。こののようにに、ね、年代後半に中央官庁の一生と 首都の教育施設だけですけれどもマザイブで統一された国は日本以外にはありません。こうした、ね、ちょっとまず画像でその辺の,その最初に日本のモダニズムを主導したのはバーハーズのグループなんでちょっとバーハーズの作品をいくつかお見せします。全部あの戦前のものです。ここれれが山口六さんこれは バーガースではなくてえー、バウハウスの校長であったグローピウスの事務所に入ります。あのグローピウスがですね。あの、マルクス主義的な傾向を持っておりました。もんだから、えー、追放されるんですけども。それでえっ、ー、とバー,ファースじゃなくて、あのグローピウスの事務所に入って帰ってきて、えー、作った。これはあの黒部川の。発電でしょう。 発電所です。他にいろいろあるんですけども、今はね、山口あの文造さんのものは、これがきれいに唯一残っていると言っていいかもしれません。あの見てわかるように、バーハウスそのものです。中が素晴らしくて、これがあの、発電所ですから、変電、変電っていうか、送電装置があるんですからね、こういうその、近代的というか、 まあ今だと近代的でもないですけども当時の極めて近代的なこう電気の施設とそのバーワースの空間っていうのはまあ言ってみればバーワースが理想としたあの空間ですけどもそれを山内さんは日本で実現しております。これはあの山田守っていうさ先ほど。 帝信症をバース以外やらないということに決めたあ中心人物ですけども帝信病院といっておそらく世界で作られた戦前の段階で作られた最も美しいバース建築だろうと私はあ思っております。で山田守はあのニューヨークの近代美術館が世界のインターナショナル建築展っていうのをやるんですけれどもその時に あの欧米以外から唯一招かれた建築家でもあります。えー、残念ながらあこれは私は見ておりますけれども今はないです。はい。これはあのー、ライトに学んだんだけれどもあの途中からバウハウスに転じたあのー、土浦亀吉という建築家のもので。 えーまあ、典型的な木造によるバウアースデザインです、えーと。これは今、移築工事が進んでおりまして、えー、ポーラーがあの移築を今しておりまして、えー、と東京のポーラーの研究所内にもうじき再建されると思います。このの中も大ガラス白い建築建築築にに箱型 大ガラスで光が充満するという。まあ、いわばモダニズム。特にバーファースの理想像を、まあ、実現、木造で実現するという。大変無理なことをやった建築です。えー、じゃあ、現行のです。こうした世界的にも異例な早い重要は、追いつけ追い越せを旨とした。近代日本のあり方と、もう一つ、モダニズム建築誕生には。 日本の伝統建築の特性を預かっており日本人には感覚的にモダニズムを受け入れやすかったからだと私は睨んでおります。あのモダニズム建築というのは平面の作り方とか外観の作り方とか構造をどうするかとか、まあ、いろんな要素からモダニズムっていうのはできるんですけれどそのうちですね その空間といいますかこう部屋の中、まあ、空間って非常にこう分かりづらいんですがこの部屋だとこう長方形のこう箱のようなのものがありますねこういうようなこと状態のこと空間というんですけれどもそれの,あの成立モザニズムの空間の成立には日本建築が大変深く絡んでいたわけですその辺ことをこれから説明します。えー ことはアメリカのフランクライドライトに発するライトは1897年のシカゴ万博で日本館の建築と出会いますあのこの日本館というのは法宇治の平等院の法王堂を、まあ、基本に作られたもので法王殿という名前で作られておりましたでこれはあの非常にこ軒が水平に出る ということのほかにもう一個重要なのはですね、襖によって部屋が、襖と部屋が仕切られているわけです。あるいは外とは雨戸に仕切られているわけです。で、まあ、ここにライトは驚愕するわけです。えー、平面においては、間仕切りが壁ではなく、襖や障子で作られている。 部屋と部屋の中がこう簡単にこうスーッとこう通ずることができるわけです。面としての壁ではなく点としての柱を中心に平面が作られているという日本の伝統建築が可能な空間の在り方だったわけです。その頃ですね4面を壁に通された建築空間をなんとか開きたいと フランク・ライドは考えていたんですけども日本建築によって空間を連続させ特に外に向かって開く方法があることを知り自作で試み1910年にその成果を当時新しい建築の在り方を模索する世界のセンターであったドイツに向けてドイツ語で出版しますテーマは空間の連続性あのコンティニューティーっていうような言い方しますけども 連続性でありますドイツに出版されたこの本を見たミースはですねミースやグロピースはおそらくそのリードフェルトという人もそうですけども空間を株で囲まない方程があることを初めて知りますそして空間の連続性をモナズイムの平面の原理の一つとしてバーバースは活動を始めるわけです。 なおリートフェルトが属したオランダのデス、えー、と具体的に言いますとリートフェルトって人がいてその影響がすぐバーガスに直接的に、えー、伝わりますことが分かってますですから今あのリートフェルトのちっちゃな建物は世界遺産になっているのは世界の要するにモダニズムの原点であったからです、えー、さてですね 空間にあの中間にはモンドリアンがおりモンドリアンの絵には日本建築の畳と柱による間取りの影響があるのかもしれないと思ってます。あのモンドリアンのこう線とやって交点はちゃんとこうあるあれはもしかしたらあの日本の建築の点とあの柱と畳で作っていくののの影響があるかもしれないと思ってます。 えー、日本の伝統建築とモダイズムの中世中低性については日本インターナショナル建築界のリーダーだったモスのセが論文を書いておりまして、えー、日本の若手建築家の間はよく知られていたことです。なおナチスに追われたブルーノ・タウト1933年日本に招き来日の翌日すぐカザリを案内したのは元のセーに他なりれません。元のセーは あのタウトがあともう日常的にこう連絡がありましてタウトが日本に逃げてきなさいというでタウトが来たらすぐどこへ連れて行けば一番タウトが喜ぶかということを知っていてすぐ翌日桂離宮に連れて行っております。当時世界のの先端を走るドイツの一部建築家と 日本の若手建築家の間は大変こう深く連携があったわけです。そしてタウトが来日するより数年早く、日本ではバウアースが流盛し、1930年を境にモダニム自が歴史上におしのぎます。そしてさらに、ちょっとーバウアースに遅れて動きが始まります。これはあのフランスとの関係です。 でフランスとの関係っていうのはフランス側ではオーギスト・ペレとその弟子でもあるルーク・コルビジェが中心であり日本側ではレーモンドという在日の建築家ですがレーモンドと前川邦夫が中心になっていきますで今日はあのレーモンドについてはペレとの関係もあるんですけども、まあ、レーモンドとコルビジェの関係は をもっぱら中心に扱います1927年東京帝国大学建築学科教授の岸田秀人が授業の中でですね新しい建築家の動きとしてですねこれにすぐ反応したのが学生の前川君のようで1928年卒業するとすぐパリに向かいコルビジェの事務所に入っております。 なお初めてコルビジェを訪れた日本人建築家のは薬師師師で彼は1922年サロンド・ドートンヌ店で300万人のための現代都市案を見て衝撃を受けコルビジェのパリの小さなアパートをあのアトリエを訪れておりますで彼らの回想によると、えー、書員はいなくて カイリンはです、ね、同じ号のエスプリルヌーボーを何冊も交わされて並行したということでございます。<laughs> なおあのこの岩国主慶はですね、えー、陸軍の建築家として留学したんですけれども帰ってきてからあの陸軍との関係は割とこ自由になりまして。 えー、ふるさとの倉敷に本拠の一つを移してそこで大原家の建物を作っておりますですから倉敷の大原美術館は薬師主渓が作ったものですしその向かいの大原手も薬師主計ですから倉敷のちょっと新しいタイプのやつはものは全部薬師主計が作っております。ただ、あのー 薬師主権の中にはコルビジェの影響はほとんどゼロだと思います。<laughs> えっと、ここで、えっと、バウファーサーについてコルビジェ派があ日本に登場するわけです。コルビジェの作品をいくつかあお見せします。これはあのー、コルビジェのお影響を受けたレーモンドのお作品でございます。打ち話です。 ただあのレーモンドはですねあとでこのあとしゃべりますけどコルビジェとの間でこうパクリ問題っていう大変 <laughs> <laughs> 有名だけど謎の問題が起きましてでレーモンドはですね実はコンクリートについては自分の方がコルビジェの方がより早いっていう主張をしておりまして彼の 最初のコンクリート作品はですねできた後日本のでは発表せずにフランス語にしてなおかつクローデルの文章をつけてパリで発表するんですちっちゃなさこれはもうコルビジェに向けてです。あのレモンドにとってはコルビジェからパクリだと言われたことが まあ、そうとしか言えないんですけれどもあ,の <laughs> あとはお見せするが大変屈辱だったらしくてコルビジェより俺の方が早いんだっていうのは打ち話しコンクリートこれは本当です。ペレから直接学んでおりましてですからコルビジェより早かったことは本当でございます。これはただその後この柱を立てるピロティっていいますけどこれなんかはコルビジェから学んであります。 これは川崎邸というもので、まあ、もし残っていれば本当にす素晴らしいものだと思います。私は見ておりますけれども、残念ながらこの宇宙や花梨の肌はあ塗装されており,おりまして、えー、見ることはできなかったです。これは前川邦夫があー帰ってきてから作った、あの青森に作った地元の工芸品を、 中心とすすする木村産業研究所っていうののがありますそこの建物ですただこれはあのもうちょっと入シ口の上はコルビジェ風になって今はあのテラスを取ってしまってコルビジェ感はやや減っておりますけれども中入るともう本当に、えー、コルビジェですこれはあのタウトが日本に来て、えっと、日本の民芸を調べてくる青森県に行った時たまたまこの前を っって本当にびっくりしたなんで青森県の果てに拳があるんだってびっくりしたという、まあ、作品です。まあ、それは前川さんが帰ってきて作ったわけです。はい、で、えー、っとちょっとじゃこれを見といてて。前川は1930年に帰国するとアントニン・レーモンドの事務所に入ります。1932年レーモンドはレーモンドの夏の家を軽井沢に作りますこれがそうです。 この一作により、ルック・コルビジェとレイモンドの間にいかい争いが起こります。理由は、レイモンドの夏の家は、ルック・コルビジェが雑誌に発表した、それは実現しない案として発表した、えー、地理に作るエラズスティアン1930年とそっくりだったからです。レイモンドはエラズスティアンがあまりに素晴らしく、 石像を木図に変えればもっと素晴らしくなるというように考えてコルビジェンが原案コルビジェンの案が原案であるということを中に書いて、えー、フランスでの雑誌あのにも載せるわけです。でそれに対してルック・コルビジェンはパクリとして自分の作品集第2巻の中で相当詳しくこれをこれがパクリだという。 えことを示すすわけでございますちょっとこれをあのあの本当に素晴らしい案で箱型にするっていう日本で木造で箱型にするっていうのは大変難しいだから必ずこう屋根をかけて軒を出すわけですところがこれは軒が出てないんです。 けれども箱型でで屋根をどうやったかっていうと逆折りにしてあそこから水を抜くというほとんどあの建築に詳しい人だと絶対にやら,やらない時がもう絶対に失敗するやり方をするわけです。でこれはあの <laughs> その後散々苦労してあのなんとか失敗を乗り越えておりますけれども大変な無理なことをしたんですけれども。 これの逆折りともう一つですね開口部がバーッと開いてますね横長の連続窓っていう言いますけれどもコルベジアが強く主張したモダンな要素ですよ横長の連続窓まあこういう案を作るわけでございますでこれそうでで中2階になっておりましてロフトがあるんです でこれがそうです上がレーモンと夏の家の1933年下がその3年前のルッコールベージのエラーズ・スティアンズこれ見たら <laughs> 誰,誰だって大体この逆折りなんていうことはあの普通の人はしまえですしあの逆折りともう一個あのシャロがこう上がってきますよね左へずっとシャロが上がってって2階の ロフトに行くんですけれども、これもこそっくりです。でその下に暖炉をやるとかですねまあどう見てもそっくりなんですけれどもまあこれを巡って、えー、コルビジョはですねパクリだっていうのに対してレーモンドはですねどういう弁明をしたかいうとちゃんとパクリじゃないってこれはコルビジョの安堵に基づいてるってことを中で書いた。 まあ中で書けばいいかっていう気もしますけど中で書いたそれともう一個うんと大きいのはですねエラーズ・シティアンっていうのはこれは石像だったんですそれで石像ですからあのー、この開口部がですねこうぶっと開けることができない石の壁が立ってるわけですですですからこういう観音開きのドアしか作れなかったんです こレイモンドは日本の木造の技術を知ってましたから雨戸がありますね。窓を全部引いてって雨戸に収める雨戸は。で中のガラス戸も全部室内側ガラスの雨戸っていう日本人はこのま,ままた絶対やりませんけどもそういうなかなかあの面白いことをやって完全にここをオープンにするっていうまあコルビエが。 内外をつなぎたいでこれはあのライトが初めてその主張をしたことですけれどもそれを実現するという、まあ、そういうことをここでやったわけです。でレモンドの評伝の中ではですね、えー、最後はコルビジェもお前の方がいいっていうよくできているってことを認めて和解したという。 うそのコルビゼのお和解の手紙をレーモンドは載してますけどねその現物を私は見てないのであのレーモンドさんっていうのはなかなか複雑な人生を生きた方であのまあそれは別に今日の話題ではないですけども。 まあ,まあレイモンドのところにそのコルビジュの写真がいつか出てくれば間違いないんですけどただあの相当正確にあの手紙を引用してますしそのレイモンドの作品集との英文でされていますからまあコルビジュも見ているでしょうからまあ,あの和解はなったと思います。ただ今でも レモン堂のコルビジョン作詞って六巻くらいあるのかな、その二巻にはこれが当作として出ているということです。なお、これはあの国の重要文化財に今年から指定されました。あのもうちょっとあの素晴らしいこう立地がちょっと変わっているんですけども、移築されて今の立地になったんですけども、当初の立地にいずれ直される。 レーモンド夏の家の出現は日本の近代建築史上に大きな足跡を残しております。モザイズム建築は近代の科学技術と近代の市民社会を根拠として整理した禅であった。 しかし思想においては世界的に認められているわけではありませんけども私はですねニーチェによる神の死の宣言の後その神の位置に科学技術を据えたのがモダニズムの思想の根本ではないかというふうに今考えております、えー、とするとですね近代の科学技術、まあ、産業革命によって開放された科学技術の成果として製造される テストガラスとコンクリートの3材料以外でモザシズムは作ることはできないわけです。そして世界でもこの3つの材料でモザイズムは作られていますけども、例外的に日本でだけですね、木造でモザイズムを作るということが、ここからまあ始まるわけでございます。で、このですね、木造のモザイズム というまあ、新しいテーマに日本の建築家たちは取り組むんですけどもその中心になったのが前川邦夫と吉村順三というここの,あの左手の2階でえ図面をしていた2人の人物が中心になります。でまあ、この

大手掛け、木造でコルビジェ系のモダンズラインが可能であることを実現します。さらに、戦後、吉村純造によって木造ならではのモザンズルブルタの傑作が作られております。こうした点を評価され、本年、軽井沢の夏の映画は国の十文化前に指定されております。坂倉純造が1931年、前川に続いて、 入入れ替わににしててルルッコルビジェのに入っています坂倉は東京帝国大学の文学部美学美術出身出たあと建築設計への思いがやめがたく日本とパリで専門学校で建築を学んだ後ルッコルビジェのアトリエに入り1936年に帰国しますがその後すぐパリ万博日本館を設計するためにフランスに向かいそして ルッコルビジェのアトリエを借りて、えー、日本館を作りますこれがあのあのの坂倉によるパリ万博の日本館です日本館は小作でありながらというか小作であるがゆえに前例のない新鮮さを放ち,放ちます鉄の柱の枠組みに大ガラスをはめ鉄とガラスによる 純粋な空間を世界で初めて、えー、実現いたします。だからあの世界がの主流がですね、ヤレゴシックだ、やれバロックだって言っているときに、これを日本の坂倉さんはまあ作って、えー、しまうわけです。1937年のパリ万博はヨーロッパの重鎮へと 独裁陣営の相対する舞台となりナチスはシュペアナチスにはですねシュペアの、うん、によるドイツ館をスペインの反フランコ派はですね自由スペイン館を作っております自由スペイン館には入り口にミロのノビールが室内には例のピカソのゲルニカが展示されております それであのスペイン館を作ったのはセルトという建築家ですけどやっぱコルビジョ系の建築家でセルトが自由スペイン館をあのコルビジョの事務所でで坂倉がこれの図面をコルビジョの事務所の一室を借りて引いております、えー、これの,あのパリ万博の建築の省の選対委員長を務めたオーギスト・ペネは ゴールドメダルを酒蔵の日本館セルトの自由スペイン館アルバー・アールトのフィンランド館の3館に与えておりますですから、まあ、ここで酒蔵はあのー、アールトやセルトといった、まあ、世界のモデル組の中心人物と肩を並べることになります枠組み構造によるテストガラスのシャープで透明でモダンな美は世界初となりますが 仮設建築であった誠意もあり、いまだに日本でしか評価されていないのは大変残念です。なぜなら、戦後世界の超高層ビルの美学を決めたミース・ワンデルローエは、アメリカでその美学を打ち立てるにあたり、日本間に学んだ可能性が大変高いと私は睨んでおります。なぜならですね、バーガースの三代目校長を勝って務めたミースはですね、 パリ万博の基本中、1週間、パリを訪れ、アメリカ亡命の打ち合わせをしておりますが、その時この建物を見なかったとはとても思えないです。なぜかというと、モザイズムの推薦仲間であったセルトやアールトが手がけてますし、セルトと坂倉がコルビジェム首相を借りた、設計した建築を見に行かなかったとはとても思えない。なぜからなら、その、コルビジェも、 あのミースもですね、この審査委員長を務めたオンギスト・ペレーの、まあ、事務所でちゃんと働いた経験、だから仲間であったわけです。そしてアメリカの、えー、とミースは、パリで見た日本館の鉄道ガラスの鮮やかな表現を充実させて、ッと横に鉄骨が走る。 間にガラスのハマるピュアな表現を確立し、以降、世界のモダンな建築はそのミースのやり方で統一されていきます。世界中の超高層ビルが建ってますけれども、あれはミースという人が考え出したやり方なので,で、それを考え出すときに、私はこれが影響を与えただろうと睨んでおります。 すで、えー、に述べたように1930年をはざかいに日本の建築界では世界に先駆けて歴史主義陣営とモザニム陣営の勢力交代が実現しそして当初はバウアスが優先であったが1932年のレーモンド夏の家以降レーモンド・マイカー国はスカクラズンズによってコルベジアが台頭しますそこで第二次大戦を迎えてまあ いやこう一時建築界は表現をしなくなります。戦後について、えー、軽く触れると戦前に台頭したコルビジアはバフ戦後になるとバーファーを押しのけて日本の建築界の主導権を握りその中から単建造が現れてよいオリンピックプールにおいて日本のコルビジアを世界のトップにまで押し上げています。また木造モダズムの働きもですね あの動きも吉村淳造の「カリざはなスの家」においてピークに達しています。両作品とも1962年に進行していますから1930年に前川がの帰国によって幕を開けた日本のモ,ルあのモダニズムのコルビジャ派はですねおよそ30年して世界のトップにまで、えー、至ったと。だから30年から年ければ あの基礎さえあれば世界のトップまで、まあ、行くもんだというふうに私は考えている。以上のように日本のモゼンズマはバウサーによりコルビジェ派が優位であったにもかかわらずこんな、えっと、コルビジェ派が優位になったんですがこういう国はあの世界の先進国でありません世界の先進国でコルビジェ派があの優位になったのは日本だけです。 あとコルビジャが力を持ったのはインドがあります。それからブラジルがあります。で,ですが、このインド、ブラジル、日本だけで先進国ではもう日本だけがコルビジェが優位になったわけです。えフランスでもあのコルビジェは優位だったとはとても言えません。コルビジャが生きてる間にはもうまるで仕事がなかった人はあの国内ではろくの,の仕事のなかった人です。まあ えっと、最後にちょっとあこれがあのー、コルビジェ、えー、とレームドの夏の家で学んでその後日本における木造モダニズムをリードしていくことになる前川国王の前川亭ですこれはあの今、あのーうん、江戸時博物館に移築されておりますあの本当に素晴らしい作品でただねこれがね 戦時でで作られてるんです戦争になりまして日本は家は30坪以内にしろっていう法令が出ます。で金属は使っちゃいけないっていうようになってでそれで前川さんは自邸としてこれを作ってるんですけどねなんか戦時下の最低限住宅の方が今よりずっといいというのは <laughs> いやいやあ残念ですけれども。<laughs> あのコルビのでこここれがもう一つの記念になっていろんな人たちが木造モダニズムをやって現在でも世界でもまれにですね建築家が木造をやっても全く変ではないしあの最近はむしろ奨励されているという、まあ、国になります。これはささんが前川さんがの元で やったあ岸記念体育会館お茶摘みであったんですけども、あのー、これはですね前川事務所に対して、えー、と前川さんの事務所に丹下さんは書院でいたんですけど前川さんに対してですね丹下にやらしなさいいろいろ口を出すなという形で丹下さんが自由にやったあ作品です。 でこれはあの先ほどのパリ万博の影響を受けておりましてあのまずピロティをやりますそれからこう斜めのあれをやりましてあれは武井さんに聞いたらあの日本の生マコ壁が元でそもそもそれはパリ万博日本海にナマコ壁がのあれがあるでしょほらあれは生マコ壁だ あの坂倉さんから聞いいててるって言いましたもうびっくりしましたね。でこれの中は全部実はあのふすま形式引き戸形式これヨーロッパにはないですので引き戸形式で,でこれもあの坂倉さんのパリ万博だって丹下さんが言ってましたで色についてはですね歌舞伎の3色を使った。 でこれはですね歌舞伎の三色っていうのは今見ると何かこう曖昧なよくどういうつもりでやったか分かんない色ですけども坂倉さんがパリ万博のインテリアを歌舞,歌舞,歌舞伎の三色でやっていてで自分もそれを真似して歌舞伎の三色にしたと言っておりました。ですからまあ坂倉さん前川さんを通してコルビジェ 発展は日本に伝わり、種建造の泳ぎのプールで世界のトップに行くという、まあ、そういう経過をたどることになります。えっ、ー、と、以上で、お願、はいします。えっと、それではですね、えー、第3の講演ということになりますでしょうか、ちょっと準備の方を進めていただきたいと思います。 えー、第3の,あの講演は、えー、倉,方倉方先生にお願いするわけですけれども、えー、先生は1971年東京都生まれということで、えーまあ、早稲田大学および大学院で研鑽、えー、を積まれ、えー、伊藤太の研究で博士号を、えー、取得されています、えー、現在大阪公立大学大学院工学研究科教授でいらっしゃいます。 えー、著書これまたたくさんございますけれども、えー、東京モダン建築散歩、えー、吉坂そして本日話題になります吉坂高正とル・コルビュジエ、えー、など、えー、多数ございます。えー、それから、まあ、日本近現代の建築士の研究と並行して、えーまあ、実践的な活動もなさっていまして結<あ> 建築公開イベント、イケフェス大阪や京都モダン建築祭の実行委員などまなさっていて、ま立ち上げや運営などに精力的に携わっておられます。そしてまあのこれらの活動が実はあの認められまして、今年ですかね、と日本建築学会教育賞だったかと思いますけれども受賞されておりまして、まその他にも多数受賞がございます。 それではあの準備が整ったようですのでよろしくお願いいたします。はい、えー、ご紹介いただきましてありがとうございます。うん、えっと、これから、えー、吉沢高雅という1917年に生まれ、1980年に63歳で没した建築家がフランスの文化とどのように交流したのかを、えー、お話ししたいと思います。えー、吉沢高雅は1950年から52年までパリのル・コルビジェのアトリエにいて、ル・コルビジェの設計を手伝ったり、 その代表的な著作の一つであるモデルロールの翻訳を行ったりしました吉坂高雅はそれ以前にフランス語圏で生活経験がありまたフランス語教育を行う行政小学校で学んでいましたしたがって吉坂高雅の中にはスイス生まれのルコルビジェからだけではなくルコルビジェが反発してきた第二次世界大戦以前の旧来のフランスの文化や第二次世界大戦後における社会的変動からの影響もあるはずです 今回の発表では、そのすべてに言及することはできませんが、吉坂高正が1950年にパリに渡り、52年に帰国するまでの2年間という期間に焦点を絞り、観光されていない吉坂の高正の書簡も用いることで、戦後期のフランスと日本の状況の交流が、吉坂高正という県が個性を誕生させた様子を描き出したいと思います。こちらが吉坂高正です。自宅の庭で、 ハリコの虎を従えています頓着しない格好蓄えた髭細身ながらふくましい足大きな手も印象的です最初期の作品に1956年に完成したベネチア・ビエンナーレ日本館がありますこれは4つとしたの大竹十一との共同設計でそれが発展して吉坂研究室 1964年からは有研究室と呼ばれるようになります。このように吉田が高正は共同設計の形で作品を生み出します。しかしそれは組織的、勃興性的といった言葉とはほど遠いものです。住宅作品も多く手がけています。1957年間に完成したビラ空空はその中でも特に有名なものです。荒々しいコンクリート打ち放しや 悪の強いディテールが竣工当時からジャーナリズムで取り沙汰されました。こちらが先ほど三浦先生にもご紹介いただきました仙台の日仏会館ですね。お茶の水駅の近くに佐藤兄弟事務所との共同設計で1960年に完成しました。その2年後にはアテネフランスが姿を見せます。ピンク色や紫色に塗られた 壁が今でも目を引きますかつての日出会館と同じくこれも敷地が傾斜地であることをうまく生かした建物です大学セミナーハウスは国際キリスト教大学の職員だった飯田宗一郎の思いを受け東京郊外の2万坪の敷地に教師と学生の間にもっと開かれた心の交流を促すための場所として設立されました今写ってるのは本館で 大地に打ち込まれたくさびのようですこの逆三角形が各界の異なる用途に必要な面積を満たすとともに起伏のある広い敷地のどこにいても一体感が生まれる目印になります。大学セミナーハウスは1965年に開館した後も図書館長期研究研修館といった建物が吉坂隆正らの設計によって別々の形態で追加されていきました。敷地の広さ 時間の長さ、携帯の多様性ともに吉田貴昌の代表作といえるものですこの写真に写っている吉田貴昌はまだジャケットを着ていてこのアングルだと見えませんが蝶ネクタイをつけていますルーコールビジからの影響が伺える格好ですねやがてさらに我が道を行くようになり先ほどのラフな格好になるわけですこれは1955年 11月にルコルビジェが生涯ででたただ一度来日した時の写真ですルルコルビジェが松方コレクションの返還に伴って建設されることになった国立西洋美術館の設計者に選ばれ上野公園の敷地を見学した際に吉高隆之さんも同行したのでした1952年以来3年ぶりに建築の死と顔を合わせました印象的な写真なので2005年に刊行した 摂、えー、の、えー、吉坂高隆正と,という本の表紙に使いいました吉坂高という人物をどのように位置づければよいか分からなかったので私が34歳の時に書き上げた本ですではいよいよ2人の出会いの場面に遡っていきましょう1950年にルコルビジのアトリエを訪れた吉高にはすでに一冊の著書がありました「住教学反論」 というタイトルです吉坂貴政が1942年から日本女子大学で担当していた住居学の授業の内容が元になっています教科書ではあるのですがあまりそれらしい内容ではありません誰にでも使える原理原則を提示するのではなく古今東西の知識を重要無尽に組み合わせています住居に対する多様な視点を根源的に示す そんなな内容になっています。アトリエで働いて間もなく、吉田隆正はこの本をルコルビジに見せました。彼はパラパラとのページをめくり、こう言ったと言います。解釈は大変立派だが、して君の提案はどこにあるのだ。うん、この場面は何度も吉田隆正の文章に記されています。忘れられない言葉だったに違いありません。 確かに重要らしいんだと思います。我々の知っている吉坂隆正になるきっかけがここにあるように思います。では、詳しく話を進めていきましょう。その前に、吉坂隆正の生い立ちから始めたいと思います。1917年2月13日、吉坂隆正は東京の小石川区竹林町に生まれました。吉坂俊蔵と花子にとって初めての子でした。生い立ちはお坊ちゃまと言っていいでしょう。 家計からしてうるわししていのののでです父の春は国際派の官僚でした1913年に東京帝国大学法科大学独法科を卒業し農商務省などを経て1919年にパリ講和会議全権随員となり同年に国際連盟とともに設立された国際労働機関 ILO の第1回会議に政府代表随員として列席します。 母の花子は旧姓を三つくりと言います。三つくり家は特に津山範囲の家から蘭学者となった三つくり原宝以来、高名な学者を輩出して学者貴族の異名を取る家系です。吉坂高正は4歳になった1921年,19年に家族と共にスイスに旅立ちます。父が内務省を社会局書記官に就任し、国際労働機関に駐在することになったためでした。 えー、この上で、椅子の上に乗って、ちょっとやんちゃな感じなのが吉坂高正。で、その右にいるのが、えー、父親の俊三ですね、えー。2年後に帰国してこの時は行政小学校で学びますが、6年間の小学校生活が終わる頃、吉坂は再び日本を離れます。父が国際労働機関の日本代表に任命されたのでした。進学を控えた吉坂高正をどうするか、両親を迷いましたが、 一番大事な時期にだから連れて行くようにというニトベ・イナゾ彼は国際連盟の事務次長を務めていましたのアドバイスで結局同行させることになりましたジュネーブ郊外の1000平米以上ある洋館で暮らし国際連盟の関係者のために作られたエコール・アンテルナショナルという学校に通いました英語を習得した方がいいということで最後にイギリスに留学して1933年に帰国しましたおぼっちゃま って感じですよね <laughs> この間に工作や組み立て玩具が好きだったことから建築に関心を持ちますまた父に連れられてルコルビュの設計で1932年に完成したクラルタアパートを訪れています吉坂高雅は進歩や停滞自国や他国といった固定概念を植え付けられる前に最,前最先端のモダニズム建築 様式主義の西洋化民族的な住居に自然な距離で触れていたことになります。また彼の生まれ育ちは国際,な国際的に意義あるものをあまた彼の生まれ育ちは国際的に意義あるものを一個人から切り開いていくということが人生において重要であるといった価値観を内面化させたことでしょう。それは我が国においては一般的に建築学科というものが工学部の中に位置し、 直接に社会に役に立つことが大事というふうに思わされがちなこととは距離があります吉坂高正の建築官が戦後一般の日本人建築家と異なる原因はこんな育ちにあるのかもしれません1938年に早稲田大学建築学科に入学1940年に調査隊に参加し中国東北部は朝鮮半島を約50日にわたって調査しますそれを卒業論文にまとめます 敗戦前のまとまった論考として自然環境と住居の形態というものが吉坂隆政にはあります。住居と自然の結びつきを知る物差しとして植物の生態系に着目し、その文法軸に世界各地の住居を外出したものです。立方体の展開図として世界を捉えたサイコロ地図。これ、あの戦後に吉坂隆政よく使うんですけども、あと逆さ地図とか、あの結構地理学的な 観点が吉坂さんの特徴ですけれども、そういったものっていうのは戦前からある。それからもっと遡ると、えー、とフランスで受けた地理学、これに非常に関心を持つんですね。そういったところにも要因があるということが言えると思います。はい。で、まあそして、ただ、まあ今の論文書いたぐらいの時に、1942年8月に、えっ、ー、と、徴兵、まあ、というか、あの、えー、王将されます。 でえー、と姫路の砲兵隊を振り出しに中国東北部などを転々とします。まあ、その頃日本はこういった形で、えー、大東亜共栄圏なんかを主張しているわけですね。で、吉田鷹正は朝鮮半島で敗戦を迎え、ようやく1945年10月に東京に戻ると百人町の自宅は空中で焼失していました。で、まあ、この45年の11月に吉田鷹正は早稲田大学の女子に復帰します。翌年には孔子 1947年には浄化になります。この1947年の時の日本というのは、先の見えない変革の時期でした。7月に発表された第1回の経済白書によれば、前年の国民総生産は戦前のピークの約半分に落ち込んでいました。戦争で多くの工場が破壊され、原材料の輸入は途絶えました。焼け跡の人々は激しいインフレーションが襲います。預金は最低限の引き出しを除いて封鎖され、 戦前からの債権や株も紙切り同然となりました農地改革と財閥解体が行われこれらの富裕層は没落を余儀なくされました5月には新しい憲法が施行され翌月には第2回総選挙の結果として社会党を中心とした内閣が誕生します劇的な変革の中で出版は拡張を停止新たな日本の債権や建設といった活字が踊りましたその具体的な道筋は何一つ定まっていませんでした 希望を抱く自由だけがあったのです建築界はそんな戦争直後の日本の社会の縮図でした本格,本格的な建築がまだ立たない中住宅と都市を巡る議論は盛んで現実性と無双性が奇妙に入り混じった時期でした若きアカデミシャンの吉高隆政も都市計画方面に没頭していました社会に直結しているとされたテーマでしたから調査や会議やらには事欠きません 助教授ととなったたことで雑務も一層増えましたそんな時、えー、吉坂隆正は、佐野利方のこういう言葉を聞きます。佐野利方っていうのは、先ほど言った、建築は社会の役に立つことが、直接に役立つことが大事だって言って、工学部寄りにぎゅーっと引っ張ってった人なんですけども、そんな佐野利方がこんなことを言ってるのを吉坂隆正が日記に書き留めています。研究にも流行がある。 誰も彼もが今は都市計画に走っている。ちょうど震災の後で誰も彼もが耐震耐火を狙ったようにと佐野先生は言われる。果たしてそんなことで自分はこの分野に、この方向に突っ込んできたのであろうか。比較建築学や地理建築学を唱えたのは大東亜共栄圏のえ地政治学的流行のためであったろうか。こう見ると、まあ先ほどの大東亜共栄圏の影響だったっていうのは本人も自覚はしてるわけですね。 えっと、ま、それから、翌年、結構あの、日記とか日誌を見てると面白いものがございまして、え、これ翌年の1928年になると、えっ、ー、と、これは、広島平和記念カトリック制度っていうコンペが行われる。この頃、ようやく建築が立ち始めていくわけですね。で、この時に、えー、これ、竹庵っというのは竹本さんっていう、ラセナ教授にもなる建築家。これ、菊竹庵っというのは菊竹清則っていう、 今、あの藤森先生が館長を務めておられる、あ今、えーと、長期修繕中ですけど、あの江戸東京、えー、博物館の設計者でもありますが、でこれは吉坂っということで、まあ、早稲田の全部人なので、案を見せ合ったりしてるわけです。まあ、ちょっとこの辺はあの直接考え、まあ、結局は、えー、一等なしになって、審査員長だった村野東郷さんが設計するという、まあ、ちょっとありえない。<laughs> それやっちゃうみたいな感じですけども、あの今は、えー、と国の重要文化祭に指定されてます。はい、で、えー、まあこの頃この頃っていうのは、つまり、えー、今、なんでこの話をしているかっていうと、コルビジョのもとに行ったところからの話から大体始まるんですけども、えー、吉高隆正が前川国は坂倉順堂と違うのは、ひなどりみたいな状況でコルビジにあったわけじゃないわけです。彼はもう十分30代で、著作もあって、それからえと大学の教員でもありました。 そんな立場であったコルビジェっていうのは純粋無垢に見たわけじゃないはずなわけです。けれども今まで吉坂さんがそれまでにやってきたこととコルビジェが出会ったことを関係づけた論考がありませんでした。それで、えー、と今から18年ぐらい前に、えー、研究をして本を出したわけです。で、えー、とこの頃、1947年か8年頃、吉坂隆正の言葉に色濃いのは悶々とした思いです。 まあその原因っていうのは何かっていうと、まあ、設計競技や、あと留学も実は MIT に留学しようと企ててたんで、それ落ちちゃったんですね。だからまあそういうことがあったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、ただなんかやっぱりこう忙しいばかりで、なんかも専門家になっていったようで、でも実のところ建築とは何かという素朴な問いにさえ自信を持って答えることができない。そんななんか社会的に立場ができてしまいつつあることと、内面が なんていうかその建築すらわからないってこと、その狭間に悶々としている様子が日記から伝わってきます。で、そういうことから、本当に建築を考えたいと思った時に、海外に行きたい。で、その時、えー、とフランス旧非留学生という、まあ、日本とフランスが、えー、戦時中に敵国になってしまったことで中断していた制度が、えー、1950年から復活します。で、その復活した戦後の旧非留学生の第一期生の6人の1人として吉田高雅、吉高隆正がフランスに渡る。 わけです当初はルコルビジョのところに行くと決めてたわけではなくて、候補者の1人でした、あくまでも。ただ、それで渡っていくわけです。で、これは面白いのが、うん、とこれ、吉坂さんの行きの、えー、と船の中で書いたものなんですけど、なんで吉坂さんが留学したかったかっていうのは、なんとなく現れています。ちょっと読みます。サイゴンからベトナムの留学生がたくさん乗ってきたが、中に1人建築専攻の学生がいたので、 ルコルビジョどう思うう思かとと聞いいたたらそれは誰だという返事でしたあこの辺り、ルコルビジョを知ってるのはほぼ知ってるのっていうか <laughs>、こんなに世界の巨匠だと思っているのは日本人だけという当時も、えー、と今もそうですけれども、その様子が何となく現れてますが <laughs>、先ほどあの藤森先生が言われたことですね。えー、と最後の建築なペルの影響がかなり見られるようだがと言ったが、ペレは知っていた。して、あなたはフランスに何を勉強に行かれるのですか建築です。何の建築を建築そのものを。 彼はちょっっと戸惑たたような顔をしていたそれで、えーと、コルビジェ、で実は吉高さんはもう妻子を抱えてましたので、お金を稼ぐ必要がありました。あのえー、と支給されるお金は少なかったので。で、えーとでまあ、大学に無断で行ったので、給,給食扱いになって、まあ当たり前であ、当たり前ですよね。<laughs> なので、給料が激減したっていう知らせが、つくやいなや手紙が届きまして。 それでなんか稼がなきゃいけないということで、都市計画をやってる事務所に、ちょっと就職だ就職だ、お金稼ぎに行こうかと。ただやっぱりコルビジェに対する思いはそれなりにあったので、一回コルビジェの元を訪ねていこうと決めるまでということで、えー、ラ・ラキアーキ,ララーキテクチャル・オジョディカの編集長に仲介してもらって、えー、とこのセーブル通りのル・コルビジェのアパルトマンを訪ねます。これ、現在の様子ですね。はい。 で、まあ、こんな風に、トルビ午前中ここで絵を描いてから事務所に行っていました。で、これはちょっと吉高さんが最初に会った場面の、えー、と後で記述しているものなんですけど、ちょっとこれもで割と感動的なので読みますね。えー、これ吉高さんの文章です。コルは、ネルの灰色と白の荒い格子島のシャツをズボンの上に垂らして忙しそうにしていた。半白の髪をペタリと撫でつけて、 ふ太い縁の眼鏡をかけたり外したりしている。私の心は動いた。ここには何かある。何か私を刺激してマンネリスムに陥った私を救ってくれるものがあると。で、コルビジェが、君が手紙をよこした男だな。前や坂を知っているかどうしている手紙を書いてやろうと思っていたのだが、モディロールは日本が一番適応しているところだからな。何のために海を渡ってきたのだ。まあ、それも良いが西洋文化の私物が欲しいのか、それとも。 フランス人は75歳になって全く役に立たなくならなければお国は使ってくれない。私に住宅一つ作らせてくれないからね。明日,明日は旅行に出るから来週アトリエに来たまえ。月曜は客が多いから火曜だな。君には大いにやってもらいたいことがある。日本の良さを発揮してもらいたいのだ。私はもう嫌とは嫌だとは言えなかった。人間コルの情熱や不満や、 思想の明暗が会話の途中に私の頭の中を通り過ぎるたびに私は見せられていったらしい。かくて私の運命は決まっていったのであった。やっぱりこういう文章を見ても工学部の人っぽくないというかやっぱりフランスの何回、まあ、レスプリというかあのこのえっ、ー、といろんな具体つ体とる方も含めて、まあ、人間ってこういうもんだよねっていう感じのそういうことを受け止めて、えー、と文章にするそういう才覚っていうのはやっぱり吉永さんの育ちから。 出てきたもんだないいうふうふに思います、はい、そしてまあコルビジョのアトリエはこれ例えば、えーとえー、吉坂さんが後ろにいますけどあの吉坂さんは1 7 6センチかなあの結構長身なんで引け取らないんですね真ん中にいるのが吉坂さんですけどもそれから、えー、と一番右がインドから来た、えー、とバルクリシナ同士あの先日プリスカー賞を、えー、ともらいましたねで、えー、手前に座ってるのはあのヤニス・クセ・ナキスあの、えー、と音楽家としても有名な。 はい、でそれで、えー、ここからですね、おあとすみません、10分ぐらいでなんとか終えます。で,あので、まああの、まあ、吉坂さんっていう人が、ここからコルビジェのもとに来て、どういうふうにこう考え方が変わっていったのか、先ほど言いましたように、コルビジェに浸水していったわけじゃないわけですね。しかも、えー、とさっきの住居学っていう、要するに、何かこうだって建築家は決めつけることじゃなくて、むしろ住み手が。 いろんな身の回りのことを整えていくような、そういうことをむしろ、こう、えっ、ー、と、後押しするような、そういうふうな学問をやっていた。これはコルビジェの決めつけるコルビジェとは、まあ、真逆と言っていいわけですね。じゃあ、その関係がどうなったのかっていうのをちょっと簡単にご説明していきたい。 最初これ1950年なんで着いたばかりですけど、コルビジェに対して心から全面的に惚れ込むことができない男であるのに、これ以上に進これ以外に進む道はないと感じていることを告白しなければならないでしょうとか、あと今はもっぱら彼の都市計画の方法を研究中です。彼のカルテジアンの明晰者は割り切りすぎていないかと、つまりまあ理性で割り切りすぎてるんじゃないかということですね。ただ、一旦コルビジに接していくうちに、 まあこちらに来ていろんな人に会い、作品を見たりして、結局コルブしかいないということになったので、コルブ一本で住みたいと思うようになりました。他の人たちは、やはり各人、各用に意見を持ってますが、要するに譲歩する限界の問題になると、偉く弱くなってしまうんです。私はコルブの尊の勇気にいわば惚れたと言えるでしょう。その勇気を具体的な問題にどう扱っていくか、そこに私の学びたいところがあります。つまりここでは、お前の提案はどこにあるんだっていうことに対して、何か提案していく。 逆に言うと、他の可能性を捨てるっていう、そういう勇気に惚れるわけですね。これ、さっき惚れ,惚れられないから惚れたに変わるわけです。はい、であと、もう一つ、あと、まあ、同時にですね、さっきの都市計画とか住居学をフランスで研究しようと思ってきたことと、コルビジェの存在っていうのは、まあ、ある種真逆だっていうことに気がつくわけです。コルビのところに来たのは、ある意味では失敗である,ある意味では成功であったのです。 私の求めているものがコルブとちょうど反対であるというか、コルブのないがしろにしているところであることがようやく分かってきたのです。やはり生活学というものがこちらで求められているのです。しかも解釈学的ではなく、現実の世界に働きかけるものとしてのそれが。なかなかあのいい言葉だと思います。で 例えばそういう変化が、吉高さんの心の変化というか、捉え方の変化が、どういうところに表れているか、一つ一例として、マルセイのユニット・でダビタシオンですね、これがちょうど建設中で、最後、吉高さんはこの竣工式を見届けて日本に戻ります。でえー、とまず、最初着いたばかりの時はこういうこと書いてるんですね、あまりにきちんとしすぎている。大久保の自分の家の方が広めるとしていいです。庭が自分のものですもん まあ、従業学的な感じとと言っていいと思い思ますそれが翌年になると手工業と機械工業との結合こそ近代文明の必要なものだと思いますがマルセイの建築はその意味でも価値あるものですっていうふうにちょっとこう、まあ、評価するようになってくるそして最後になると部屋中の色の続きが各々のバルコニーには,、ね、はみ出しているのですちょうど着物の裾がちょっとまくれて裏地に見えたり襟がのぞいているといった感じです この辺りで、いわゆるその住教学的にコルビジョの建築を解釈しています。住居学っていうのはどっちかっていうと、家政学の範疇なので、食とか衣服とか、あとは住宅を同じように関連付ける。だからここでもう衣服の例えが自然に出てきてるわけです。はい。で、あとはですね、こういった住居学っていうのを、いわゆる建築、大文字の建築、あるいは建築家の建築に対する批判として意識するようになります。例えば、 建築学は大きな枠にとどまっています。人間の集団、大小の集団ぐらいまでが相手です。個人個人はどこかに平均人として葬り去られています。建築家個人の表現欲は別として。このあたり、いわゆるモダニズム建築家の、なんていうか、表裏,裏が描き出されてますよね。自分が最高の解釈を、あのあの医者みたいに提供すると,いいと言いながら、結局、その建築家の個性あふれた建築が実現するっていう。 そういうことをまあ見通しているわけです。えー、それから消極性ということは、今度のシアムの会議、シアムというのは近代建築家のえっと連合ですね、シアムの会議でも随分問題にされました。そしてそれを積極的たらしめるためにはということが議題でした。建築家ばかりの集まりなので、深く施設だけを論じて空論になっていることが感じられました。建築を通じて我々は可能性しか与えないことを忘れていたのです。このあたりで、えっと、可能性は与えられるっていう。 何か提案するっていうことは決めつけることではなくて、可能性を提供していくことなんだっていうふうな視点が芽生えているとかまあなってく。あとですねあと、まあえーと、あともう一つはですね、あのちょっとこれ長いんで、もう飛ばしますけど、吉永俊蔵って父親ですねで。父親はやっぱりスイスが理想的世界なわけです。でそういう、これ、父親に向けても、手紙のところにも書いてあるんですけど、 要するに、えー、と父親の幕、ちょっと言いますかね、フボラの厳格な倫理は個人道徳中心であった、個人が道徳を守ることによって社会の秩序が維持されるといった基盤の上に立っているのです。しかし、20世紀後半はなんだかそれに頼りきれないのです。それはインテリ階級にしか通用しない倫理なのです。もっと本能的に動く人々、そうした人々の間にも、あ片方にも強い力が生まれてきたのです。その人たちには抑圧的な倫理、自制的なものに頼る倫理はなかなか行われにくいのです。 だからもっと生物学的な現象を尊重した。しかし、自堕落に陥らない形のものを見出さないといけないと思うのです。つまり、えー、と近代的な自立した個人であることっていうのが、どっちかっていうと戦前の近代性ですよね。あの戦前の旧制高校の教養主義者みたいな。でもそれに対して戦後になると、マスっていう大衆っていうのが現れます。で、それはポピュリズムだ、なんだかんだ言っても、やっぱりそれ無視できないものになってくる。それが現代っていう、あの今もそうですよね。 吉田高盛さん、らは明らかにフランスでそれに気がつく。でここに父親からの、えっ、ー、と、なんでしょうか、流れを受けた、えー、ある種のヨーロッパを絶対視する視点から解除されていくというところがあります。ここにはもちろんコルビジェの影響もあると思います。はい、あとはもう一つは、コルビジェの元に行った時期で大きいのは、ル・コルビジェがインドの仕事を、えー、1951年から手書き始めたということです。で、これの導きに従って、結構、インドとかアジアに関心を持つようになります。えっ、ー、と、パリで。 でえー、と例えばこういうことを書いている。結局、パリに来て、私は東洋を見いだして帰るのかもしれません。西洋は東洋に比べるば若い。しかし、長い年月の間に固い固い理論を打ち立てました。明績極まりないものです。しかし、こちらの人々は、それから抜け出そうとしているのです。もっと不確定な、不調和な調和にまで行こうとしているのです。私たちが何か世界に貢献する時がえっ、ー、が来ているのです。これはつまり、アジアをより現代的なものだというふうに見て、ヨーロッパより。 でそういったことにアジアの人々、特、ま、に、あまあ、フランスの人々も気がつき始めてるっていうことを、えー、と見ていくわけですあの。ちなみにこの不調和な調和っていう概念は、ちょっと今日は吉坂さんの、えー、とことにちょっと立ち入れませんが、これはまあ後に吉坂隆正さんが提唱する不連続統一体っていう言葉の概念の原型がここに見られるわけです。はい。で、そこでもうこれ最後ですけども。で、そして、えっ、ー、と、建築家になります。 つまり、未来に向けた提案として建築を作るということを、コルビジェと会ったことによって行ってきます。まあ、それがこの辞典ですね。えっ、ー、と、これまあ、入ったら辞典を作るということを、コルビジェのアトリエにいたときから考えて、これが最初のスケッチです。現れる。で、これがあの吉坂さんの辞典って、ピロティ形式の辞典になるんですが、でこのときにまあこういうことをまあ言ってるんですね大。大部分の人に、 ももののをを作作りりがったたとと言われるようなものを作りたいと思い思ます <laughs>、うん、旧来の概念をぶち壊して新しく組み立てたものそして30年後ぐらいにあれがや,やはりエポックをマークしたものだというようなものあこれ見ると先ほどの藤森先生の30年説がここにも、えー、現れてますね30年やれば大丈夫、えー、野心は大きいのですが私にその力があるのかないのかぶち壊しだけに終わるならそれでもいいでしょう子供みたいなものですでも大人でありたいと願っています つまり、ここで、正解を提唱するんではなくて、間違ってもいいから提案するっていう、その勇気をコルブから、コルビシェから、おそらく学んでいったというふうに言えると思います。まあ、そして、こういったものがあって、帰ってきたから、こういう、もうこれ今ありませんけど、あの、大久保の自邸を鉄筋コンクリートで、えっと、建て直します。で、これが要するに、えっと、なんでしょうか。あの、全体としては、すごくこれは、えっと、いわゆるラーメン構造というか、 まあ、ドミノシステムみたいなものなんですけど、結構そこにはまってるパーツが個性的なんですね。だからここには新しい住居の提案、システムの提案と、それから個々人の住まいに合わせたいろんなパーツっていう、このコルビジェと住居枠を合わさったような家を作るわけです。はい。で、こういうのを提案していって、それが先ほど冒頭に述べたようないろんな作品の、えー、と一番短所になるのが、この辞定ということになります。 この時点には1955年の先ほどコルビジェも訪れていまして、なんかちょっと右側でなんか不思議そうな顔をして見てますけれども、<laughs> まあコルビジェはまあ自分のこういうふうな住宅に似てるみたいなことを好きあの、これコルビジェのノートですね、書いてるんですけど、まああの、これはですね、実はあの人口土地っていう、いわゆる日本はえっと戦争に負けて、まあ外地の土地も失ったので、えー、狭いと。で、えっと、そこに要するにこう立体型の人口の地盤を作っていって、 でその中に思い思いの家を建てていくことによって住宅難を解消しながらそれ人々はそれぞれ好きな暮らしができるんじゃないかっていうそういうふうなもののプロタイプとしてあの辞定を考えたっていうふうに書いてますだからそういったシステム的なところとあと個々人ってところ両方あると。一方でこれ吉坂さんが書いた辞定、まあの概念の絵なんですけど。 これお、あの面白いのは,こうは、まあ、だから、太陽がいっぱいで、風が降り注いで、まあ、コルビジェ的な、あなんかこう、健康的な住宅って感じですけど、結構面白いのは、これ、ハッのこれ、ナメクジなんですよね。だから、なんか、人間をナメクジだと。<laughs> つまり、これはさっきの、うんと、ある種動物というか、さっきの何でしょうか。人間ってのはそんな理性的なもんではなくて、やっぱりあったかいとこに行きたいし、快適なとこに行きたいし、 なんかそういった理性でこをあらねばいけないっていうんじゃなくてやっぱりナメクジのような存在に対してそれを肯定してあげるっていうそれぞれが思い思いに欲望を持ったり何かこうこんな風になりたいっていうそういった多様性を肯定してあげるためのシステムっていうのが必要なんじゃないかっていうふうに言ってるように感じます。はい、というふうに、えーとまあ、日付交流ってことですが、まあ、今回特に、えー、個人ですけど吉田勝とえっ、ー、と コルビジェの交流を見ていきましたただその背景にはやはりその父親からのというかそれ以前のやっぱりフランスの文脈日本とは違うフランスの建築の考え方あるいは文化としての捉え方。 そういったものが影響していると思いますが、ちょっと私自身が残念ながらそこまであの語学力の関係もあって手が回ってないので、ぜひあのフランスの文脈で今後どなたかあの位置づけていただけると嬉しいと思います。はい、以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。